ご参加いただき誠にありがとうございます。本日の司会なんですけれども、ピースボード災害支援センター、通称 PBV の多賀と申します。PBV の中ではですね、主に広報を担当しておりまして、毎月配信していますメルマガで、私の名前をですね、もしかしたら目にしたいことがある方もいらっしゃるかも、えー、と思います。こんな顔をしている42歳。 です、えー。メルマガでもですね、たびたび紹介しておりますけれども、私は岐阜県高山市に、えー、住んでおりまして、先ほどまで雪がちらついておったんですけれども、えー、家があるですね、ちょっとした山の中から、えー、本日はですね、しております。本当便利な世の中に、えー、なりましたね。はい、さてさて、えー、どうぞよろしくお願いいたします。えー、でですね、今年も 本当に皆さんの、えー、多くの皆様にですね、支えていただきながら、活動を続けてくることができました。改めて感謝申し上げます。本当にありがとうございます。はい。で、え今ですね、スライドに映っております通り、本日のですね、えー、流れをちょっとだけ簡単にご説明いたします。まずはこれまでの PBV の活動、まあ、PBV とはといったようなところですね。そして、2023年、PBV がどのようなことをしてきたのか。 そして、えー、新たにですね、新プロジェクトというのが始まりまして、その名もですね、フードハーバープロジェクトと言います。で略して、フーバーえー、と言いまして、えー、こちらがですね、どういったものかというのをですね、ま後ほどご紹介したし、いたします。うん、で、えー、最後に Q&A 時間を設けております。<laughs> はい。でですね、今回、先、えー、 に当たりまして、まずはですね、PBV の、えー、代表理事、山本よりですね、皆様にご,あご挨拶をさせていただきます。で山本さん、お願いします。皆さん、こんばんは。ースポート災害支援センター代表理事の山本です。えー、本日は、4末のお忙しいが、PBV、えー、の2023年報告会に ご参加いただき誠にありがとうございます。えー、冒頭になりますが、えー、様々な PVV の2023年の活動に皆様ご支援ご協力いただき、えー、心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。えー、本年2023年ですが、えー、ありだねながら様々な災害が起こってしまいました。えー、国内におきましては、えー、石川県の地震、野戸での地震、 そして、6月、7月、8月、9月、夏場での各全国各地での水害。そして、海外にきましては、現在のまだ続くウクライナでの紛争に対しての人道支援。そして、トルコ、シリアの大震災への支援。それから、ハワイでの大規模火災への支援といったような様々な自然災害、そして紛争地への支援と。 いっったたことを行てましその中での活動というのは今回の報告会の中で熟地を出介させていただきます。一方で b b v としましては今年また新たなプロジェクトを開始いたしました。こちらも詳しくはおってご紹介させていただきますが佐賀県様とも包括支援協定を結びまして h o o ー e r プロジェクト という名のフードハーバープロジェクトという平時、そして非常時を続く、つなげる新しいプロジェクトを開始いたします。そして、ふるさと納税を使った支援といった形での皆様からの寄付を募るといったようなことも始めましたので、本日の報告会で皆様、ぜひ詳細を知りいただき、今後とも変わらぬご支援、ご協力をいただければというふうに思います。 えー、本日短い時間になりますが、えー、ぜひお今年の活動を、ね、いただければと思います、えー。それではよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。えー、では、ここらで,ですね、簡単に PBV とはというのをですね、改めてご紹介いたします。えー、次のスライドお願いします。 あ、ちょっと戻っているええー、はい、えー。まずですね、PBV なんですけれども、えー、活動の2本柱、それの1本目が国内外の災害支援、そして防災減災の取り組みという、この2つの柱で活動しております。まずそのうちの1つ、災害支援に関してご紹介いたします。はい。お願いします。2011年に PBV を設立してから、これまでに海外26カ国、 国内は73の地域で活動をしてきました。次お願いします。さらに支援をですね、細かく見ていきますと、えー、物資の支援ですとか、避難所の運営サポート、炊き出し、炊き出しに関しては今までにもう10ほぼほぼ、もう15万食に届くという勢いでして、えー、この数年はですね、あのー、コロナによってですね、ボランティアの皆さんと一緒に活動というのを、えー、することがですね、かなわずにちょっと制限されておったんですけれども、これまで累計ですと、今までボランティアの 方の数は11万人ということで、非常に多くの方々とも、えー、にですね、えー、災害支援活動に携わってまいりました。はい、次お願いします。そして、えー、まさに現在も継続している活動というのがこちらです。国内、えー、西日本語、えー、これもう本当、えー、2018年から続いているもの。そして2019年、台風15号、19号。そして今年の、えー、夏、7月に発生しました、秋田での法案。 で海外ですね、引き続きウクライナの人道支援ですとか、トルコ、シリア、ハワイというのでして、現在継続しておるといったところです。はい。で、もう一つの柱、災害支援ともう一つの柱がこちらの防災、減災の取り組みです。で、こちらはですね、災害の発生とは関係なく、一年中ですね、日本全国、つつ裏裏、うらうら、様々なところで、研修ですとか、応援というものを行っております。 はい、次お願いします。でえ、こちらもですね、2011年から現在までをまとめますと、えー、通算、全部で1300回以上、そして受講をいただいた方は、えー、東京ドームの収容人数をですね、5万人以上の方に、えー、受講をしていただいております。で、近年なんですけれども、1年あたりどのくらいこういった活動をやってるかと言いますと、1年あたり100回以上、もうざっと3日に1遍ぐらい、 どこかで応援ですとか研修活動をやっていると、えー、いうふうになっております。はい。で、この防災・減災の取り組み、こちらの授業の中でもですね、近年特に力を入れているというのが避難所研修です。スライドいいですかはい。でえ、こちらに関しましては、え避難所研修ですね、語らせれば右に出るものはないと趣味は不動産情報、物件を見ると。 というのがですね、趣味のカ島より紹介させていただきます。では、カ島さんお願いいたします。 はい。皆さん、こんばんは。APBV スタッフの唐島です。よろしくお願いいたします。えっと、避難所においては、長きにわたってですね、課題が山積していますけれども、えー、今日は大きな課題と現状をまず共有したいなというふうに思っております。で、一つはですね、えー、ここに挙げてますけれども、災害の激甚化に伴う解決期間の長期化になります。で、それに伴って、えー、包括的、それから継続的な 対応が困難にななっていいるとううような状況ですそれから2つ目がですね環境整備であったりとか被災者の対応というところが避難準備ができる人の人材の不足これによって助かった命にもかかわらず避難生活による災害関連死が発生してしまうというような可能性があります。 そして3つ目が支援の調整を行うコーディネーターの不足によって十分な支援がまだまだ行き届いていないという状況が発生しているということになります。はい でこれらの課題を少しでもあの解決に近づけたいという思いで、この3年間ですね、APBV ではジャパンプラットフォームが資金分配団体となる、休眠預金等活用事業の助成金を受けて、活動をさせていただいておりました。で、その一環として、避難所運営の要となるですね自治体職員の方々に対し、避難所運営の経験がある職員さんと、それから経験のない職員さんに、それぞれアンケート調査を行って、 えっと現在その調査結果をもとに、えー、研修ツールの開発というのを行っています。でえっ、ー、と調査結果からですね明らかになったことが、えー、大きく3つあるんですけれども、お今日はそれを共有したいと思います。で一つはですね職,、えー、職員の方の知識それから経験スキル不足というのが、えー、全体の86%以上が感じているということです。でこれは職員の皆さんが事前に習得した知識であったりとか えー、経験それから想定が実際とはかなり超過していたというふうにも言い換えられるかなというふうに思います。で2つ目が運営経験がある職員さんと、えー、ない職員さんでは、えー、課題意識であったりとか準備の内容にギャップがすごく生じているっていうことがよく分かりました。で例えばどういうことかというと、えー、そのギャップというのは経験ありの職員さんの場合、えー、物資の手配とか管理配布に関しては実は全体の のおうちのです、ね、3位に上がるくらいここに課題があって実際の運営ではかなり困難だったというふうに示されていたんですけれども一方経験のない職員さんに関してはえ物資の手配管理は十分にできているというふうな回答になっていましたなので課題の要素としては上がってこなかったくらいなので、まあ、これはイコール平常時には気づきにくいものなんですけれども実際の災害対応では困難に直面するということが可能性と高い 可能性として高いということがよくよく分かってきましたそして3つ目が腸、えー、内外との連携調整の困難が感じたというのが7割に上ったというところがありますはい。でこれらの解決に向けてですね特に声として大きかったのが、えー 避難所自体がですね、避難所、もしくは避難生活というものが、想像できなかったり、想定がなかなか難しいという声が多く上がりました。でそこで PBV では、現在3つのポイントを押さえた新たな避難所研修のツールを作成していますで。まずはですね、再現と題してですね、中長期の避難所運営を模擬体験できるというような演習を作りました。 でこれは PBV 独自の研修プログラムでも行っているんですけれども、えー、あとは内閣府防災における避難生活支援リーダーサポーター研修の、えー、と演習内容にも取り入れていただいておりますでそして二つ目に想定と題しまして、えー、あらゆる避難生活の場面で直面する課題であったりとかそれから避難者の方、えー、運営者の方々が えー、葛藤する悩みであったりそういったことを皆さん自身だったらどう対応するかというプラスワンのアイデアを考えるカードゲームを今開発中です。さらににですね被災地支援に えー、および、えー、避難所支援というところでは、連携が欠かせない要素になるため、えー、さまざまな方とお事前の共通言語であったりとか、共通認識、そして共通基盤を作っていくための、えー、目次のような役割になればというふうな形で、現在、避難所支援コーディネーションガイドラインというものも並行して作成してを行っております。 はい、いずれもですね、今年の今年度、3月にはリリースいたしますので、ぜひ楽しみにご注目いただければというふうに思います。私からは以上となります。ありがとうございます。はい、金島さんどうもありがとうございました。えー、これまでですね、PBV とはというようなところですね、ご紹介してまいりましたけれども、えー、次の質問、スライドお願いいたします。 ここにありますようにとですね、PBV は多くのネットワークに加盟しております。なので、PBV が活動してるんだというのもですね、あるんですけども、あの基本的にいろいろなです、ね、団体と協力しながら、このような形でですね、活動を続けてくることができました。そして、その活動もですね、次のスライドに、このようなですね、企業ですとか団体、 そして何より多くの個人の方々からのですねご支援のおかげでこれまで活動を続けてこりました、本当にありがとうございます。はいでは、ですねここからは PBV が2023年に何をしてきたかということをですねご紹介させていただきますはいい次お願いします。 2023年もですね、残念ながら、えー、国内、そして海国外とあちこちで災害が発生いたしました。でこちらの、えー、今、画面に映っております、えー、スライドにありますのが、こいろいろな災害ありましたけれども、PBV が携わった、支援活動で携わったのがこちらの5つとなっております。まず、えー、左上なんですけど、ゴールデンウィークですね、石川県能登地方でも、えー、地震が発生しました。 で、こちらで、その、屋根の応急対応ですとか、えー、ボランティアセンターの運営支援とか、えー、ところからですね、始まりまして、6月には台風2号。ここは、えー、茨城県のですね、保育園に、えー、物資をですね、提供してると言ったような支援。そして、えー、7月に入りますと、えー、九州北部豪雨が発生しました。で、8 4件の家屋対応を行いまして、 その次ですね、7月14からですね、あの、もう本当にすごい大雨が秋田に発生しました。で、これ先ほどもお伝えしましたけれども、あの、現在もまだ続いている支援となっています。で、9月に入りますと、今度は台風13号が発生しまして、PV としてはですね、千葉県の茂原市にて竹田支援を実施いたしました。はい。次、お願いします。 はい。で、えー、ここもですね、まあ、えー、2023年に PBV がこういったことを、こういったところでやってきましたよというものなんですけど、なんでしたけれども、えー、ここからはですね、あのー、一言で、まあ、PBV がこういった支援、支援と言っておりますが、で、実際にこういったことをやってきましたよ。えー、こういったことをやってますよ。というところをですね、まさに今、秋田にいます、えー、スタッフのですね、王将とつないでおりますので、 王将から、えー、紹介させていただきます。なんと趣味はですね、お菓子作りという王将さん、お願いいたします。はい、こんばんは。現在秋田はマイナス3度です。雪が降っている寒いところでの支援を継続しています。はい、私の方からは。えー さやかんちょっとミュートになってるかもしれないです。はい、失礼いたしました。最初からですかご挨拶は聞こえました。私の方からは、はい、の後からお願いします。はい、すみません、失礼いたしました。私の方からは、えっと、7月末から秋田で支援させている報告をさせていただければと思います。よろしくお願いします。えー 年4月14日から16日かけて秋田市内大雨に発災しました。県内各地で河川、えー、の氾濫、家屋の水、土砂崩れなどの被害がありまして、えー、と床上浸水が、えー、1599と、した浸水のとが奇麗なことと、と、えー、えー、てます。 はい。で、えっ、ー、と九月にもその後雨が続きまして、えー、大間によるお先生の多発生しています。お願いします。B B V では、えっ、ー、と四月末から秋田社協さんと連携をしてコミュニティ支援と家屋対応を続けています。はい。で、今回私の方からはえっ、ー、コミュニティ支援。 のことについいてて報告をさせていただきますコミュニティ支援って何をしているんだろうというところだと思うんですけれども、秋田社協さんから依頼を受けて、えー、被災件数の多かった地域に災害支援の支援拠点を設置しています。でえっと、そこでどのような活動をしているかというと、支援状況の提供。 なかなか住民さんたちに情報が届ききなかったり、えー、どのようなが必要なのか、対応が必要なのかっていうのが、なかなか伝わらない、あらないという方がたくさんいらっしゃいます。その時に、お話、困りごとの相談ができるところを、地域の行きやすい場所に作るということで、困りごとの相談窓口を設置しています。また、えっと、生活に必要な支援物資。 の配布だったりえっ、ー、と掃除お片付けをこのように掃除し機材の貸し出しというのもしていますまた a、えー、住民さんたちの困りごとのとつとして水害にあった時にどのような対応をしたらいいかわからないという方がたくさんあのいらっしゃってそのような声がありました そこで、あと私たちとしては、今までいろいろな地域で水害の対応をしてきたという経験をもとに、地域の連携、今まで活動してきた連携団体と一緒に、家屋対応の説明会というのを実施しています。水害に遭ったときに、どのような対応が必要なのか、今後もそこに住んでいくためには、 どういう住民さんの中でどのような対応が必要なのかというところを、連携団体と一緒に協力してお伝えしているところです。で私たちとして、ま、地域支援拠点をするときに、えー、このような点をつけて、えっとういうことで言うと、まず住民さんたちが、えー、支援の情報を受けるために、立ち寄り場所を設置をするということをしています。 えっと、今回、四月に 2, 軒 2, 店舗あ 2, 2地域であの支援拠点をいたんですけれどもは、えー、テント、野外のテントに、えー、設置をしました。それも、やはり住民さんたちが、えー、何をしているんだろう、どんな支援が受けられるんだよとっていうのが、目で見て分かりやすいように、えー、開放的な、えー、場所で立ち寄りやすいようにということにあの配慮をして。 でだというところですではお願いしますはい、えー。被災された住民さんたちのこ小ごとは、えー、フェーズによって変化をしていきますまず発災後は片付けしたいんですか手が足りなくてどうしたらいいかわからないか、まあ、先ほどもお伝えしたように水害被害にあったお宅の対応方法が わからないどのような支援制度がわからないというような困りごとが多くありました。でそれに対してどういう支援が必要かというところで今回、支援拠点を設けてそこで困りごとの対応をできるように支援をつなげていくというところをしています。8歳後から2 3ヶ月が経つと やっぱり今までの8歳後、自分たちで片付けをしてきたことの疲れが出てきてしまったりとか、雨が降るたびに不安な気持ちになったり、誰に相談したらいいか分からない、不安なことを口に出して相談することができないというような困りごとが増えてきました。その後、今、3、4ヶ月経った。 秋田市内では34ヶ月経つと季節が変わってくるんですね、えー。秋田はもう雪が降り積もる寒い日々が続いています、えー。夏は、今年の夏は本当に暑くて35度以上の日が半月ぐらい続いたんですけれども、今はもう寒い日々が続き、気づいたら冬服も捨ててしまってなかった。 で暖房器具、ストーブも被災してしまっていて、えー、廃棄してしまっていたこの冬を暖かく過ごすためにはなかなか支援があの必要な方々がたくさんいらっしゃって今必要な支援としては冬を越すための支援が急務となっています。 で支援拠点では,はあの、いろんな方々が来られて困りごとの相談だったり、えー、いろいろな、えー、ニーズが上がってくるところなので、まあ、変困りごとの変化を察知し、まあ、その次にどのような支援が必要なのかというところを検討していくということも大事な役割になってくるかなと思っています。ねえー、と外部支援者として、えー、と活動の見通し、地域の連携作りも大事にしています。お願いします。 はい、こ、え、ち、っとは PBV としてあのどういう活動をしてきたかという報告になります。えー、ど奈良山コンビ線、東線ありますけれども、こちらの2拠点をメインに活動してきました。またあのいろいろな地域の団体さん、地域の飲食店と一緒に活動も行ってきています、はい、おいします。 BBV だけではなくて、地域の方々と一緒に連携をしながら活動を実施するのを大事にしています。あのなぜ一緒にやるのかというところで言うと、やはりあの地元の方々のつながりのつくりを大事にしていきたいなと思って行っています。で地域の中でやっぱり助け合える地域のつながりをつくっていくことで、被災された方々が安心して生活できるような場所になっています。 なと思っていますた、えっと、今回、被災された店舗で皆さん、自分たちで修繕をしながら、えー、再建をされている方々がいらっしゃいます。その店舗の方たちも、えっと、やはり自分たちが被災した気持ちつつ、住民さんたちに何かでき,ないできることはないかという声を上げてくださる方々もたくさんいらっしゃって、今、あの。 連携をしながらサロンの中でおやつ作りをしてもらったりとか一緒に活動をする中で、えー、住民さんたちの気持ちを和らげるような活動もしているところです。でまた今回は、えー、とラッシュさんハンドマッサージの、えー、と支援をしてくださっています。で地元の、えー、お店で 店舗のスタッフさんがサロンの方に来ていただきまして、そちらで住民さんたちの心の癒しとなるような効果が抜群で、とっても好評で、あの住民さんたちの方からもあのあの今まで張り詰めていたものがすごく柔らかく気持ちが,がなったというところを伺っています。次お願いいしますはい 住民さんたちの来られた方の住民さんたちの声としては,やはり、えー、と支援拠点に来てたくさん話して笑って帰ることであのものすごく元気をもらったよが、えーまあ、どうしていいか分からないときに手を差し伸べてくれる人がいるということがやっぱり前を向いて進んでいける自信になった、えー、と元気になったという声がたくさん上がってきました。でこ,れもあのこういうい声も私たち だ、けに向けられた声ではなくて、やっぱり現地にいるあの私たちがあの住民さんたちに届けたいろいろな方々の支援物資だったりとか、まあ、遠方の方々のご支援をいただいたことで、こういう言葉が生まれてきているんだなということを感じているところです。はい、次お願いします。 はい、被災された方々のサポート支援としてはやっぱり住民さんがほっとできる場所気軽に相談できる場所があることの安心感安心ができる場所を作っていくということが必要になるのだと感じていますでこれも短期的な活動ではなくて中長期的あのな支援だったりとか、まあ、地域の方々の協力が必要になってくるなっていうのをとても感じていますで私たちとしては、えー、と現場に いるえっ、ー、と支援者として、まあ、いろいろな団体さん、企業さんの物資をお届けしたり、住民さんに直接渡しするっていうところで、いろんな連携ができるのかなと思い、今後もできたらいいと感じています。T.V.V. では引き続き秋田市協会と一緒に連携をして、えっと今支え合いセンターで回き始めてるんですけれども、まあ、地元の支援者の方に支援拠点のノウハウをお伝えしたりとか、まあ、今までの情報を引き継ぎながら。 地域で活用している体制作りを作っていけたらと思っています。はい、出からは以上です。この後はえっとあきたで一緒に活動している川村たより家屋対応の報告をお願いします。はい、ええー、p b v で主に家屋対応家屋への技術的な支援を行っている川村と申します。よろしくお願いいたします。それではお願いします。今あ 王将から言ってたように、私も今、秋田市におりまして、合計5名のスタッフで秋田市の家屋修繕、応急修繕の対応にあたっています。で2023年、私たちが携わった被災地はこのような形になりますが、で見ていただくと、全国で,す、ね、で被災地が広がってきていてとていうところで、局所的なところというよりは、どこが被災地になってもおかしくないというところになります。で 今現在も火災後ずっと被災したままの状態に置かれている方ですとか、まあ、そういった方が多くいるということも皆さんの頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。今秋田市は本当に寒くてですねで被災者の方には寒い寒いと言えないですけれども本当に寒さを押し殺して支援に当たっていますが実際にその寒さによって支援のスピードが まあ渋滞ですとか、そういったことで物理的に遅くなったりですとか、あとは体力の消耗が激しかったりですとか、そういった地域によっても支援が若干変わってきたりします。 あとは地域特性もありますし、例えば JWOD の技術系専門委員会では、そういった地域に合わせて住民の方に説明できるような、そういったソフト面での資料を Give to Asia というアメリカの団体から助成を受けて作ったり、そういったことをしながら地域に合わせた対応ができるようにということを今、念頭に置きながら各地で支援に当たっています。スライドお願いします。 で実際に家屋の被害というかどういったものが被害として発生したかというところをお話ししますと、まず上から地震によって家屋の被害はこのような形で出てくるというところです。で例えば、屋根が崩れてしまったりですとか、もちろん家屋がそのまま倒壊してしまったりとか、そういったことが起こってきます。でそれによって屋根が損傷した場合は、上から浸水してきて、家屋が傷んでしまう、屋根,屋根が落ちてしまう。 で雨漏りががずっっと続くそういいた状況が発生してしてまいますでこちらは上からの浸水,水になりますが、あとはあ水害、大雨ですとか、そういったところで、えー、内水氾濫が起きてしまうと、今度は水が下から上がってきて浸水してしまうで、家の床下にずっと水が溜まってしまったりですとか、あと畳まで濡れてしまって、その畳が放っておくと、どん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 腐ってしまう、そういった中で生活することを余儀なくされている方があかなりいらっしゃいます。 えですね、実際、その浸水被害、屋根もそうですし、水害もそうですけれども、が浸水被害が起きた後在宅しながら、ですね在宅避難をされている方が非常に多くいるということがあもう見えない部分、外から見ると、そこで被災したままの状態で暮らしているということが分かりにくい中で、えー、暮らしている方が数多くいるというのが、今現在の日本各地で起きている災害の現状となります。 でそういった方は工事が完了するまで、そういった在宅避難生活を余儀なくされているんですけれども、どういった状況に置かれているかというと、床が傷んでしまったので、剥がしたままの状態ですとか、あとは濡れた家の中、濡れてるけれども、ブルーシートを敷いてしのいでいるとか、そういった方が本当に驚くほどいらっしゃいます。 でそういったあ方々に対して私たちが次のスライドで、えー、ご説明するとどういったことを対応しているかということですが屋根に関してはあ瓦を吹き直すということは残念ながらできないですがあ外れてしまった瓦のところにシートを養生して、えー、雨をしのいだり雨漏りを防いだりということをやっていたりします。あとは水害で内水氾濫が起きてしまった場合 もう数多くの方が自分の家がどういった状況なのかということが分からなくて不安を抱えているという方がいらっしゃいますのでそういった方々のお宅に訪問して実際に床下がどうなっているのか例えばあ床の下に潜っていって乾燥状態を確認したりですとかそういったことをしながらあとにかくご不安解消のために確認するという作業が多くあります。でまたたそういった確認後 対応が必要になった場合、例えばですと、あの言うと泥が床下に溜まってしまっていたりですとか、あと断熱材、床下の断熱材が濡れたままになってしまったりとか、そういった状況が発生している現,場現状がありますので、そういった時には泥を出したりとか、濡れた断熱材を撤去したりとか、そういったことを行ったりもします。で、私たちがその対応だけじゃなくて、やっぱり一番 念頭においいいいてててて活動しているののは支援制度のご説明ととととううここををも時間をかけて行うことが多いですえ例えば、補給修理制度ですとか、あと支援金ですとか、それからあ地方自治体にも独自のリフォームの支援事業などがあったりしますけれども、そういったことを組み合わせて、え実際に被災者の方が視力に関わらず、修繕に持っていけるような、そういった支援を受けながら、 しっかりと生活を取り戻せるようなということをどうすればいいのかというお話をさせていただくということが多くありますで。家屋の修繕、応急修繕としましても、起きてしまったことに対しての応急的な対応しか私たちは基本的にはできないんですけれども、そういった支援の制度をお話しすることによって、そういった被災者の方々の未来の選択肢をいかに増やしていけるかということをとても時間をかけて、えー、お話をしています。これは 大塩からお話しさせていただいたサロンとも共通している部分でありまして、私たち PBV の強みでもあると思うんですけれども、サロンでお話を伺った方のところに、私たちが大塩から引き続で伺って、サロンでお話ししたところについて、どうですか、ご不安、どの部分ですかということを実際にお話ししたりしながら対応を続けています。 であとは今、地域特性というお話も少しさせていただきましたが、現在、秋田市、本当に今、マイナス2度、3度の状況ですので、えー本,来まあ、本来というか、寒くない地域でしたら、例えば床板が上がったままの状態でも、まあ、それほどお、まあ、気温ですね、それから低くなければ過ごせる場合もあるんですけれども、こういったマイナス2度、3度になってくると、床が剥がれていると、下からビるビ風が入ってきたりしてしまうので、そういったところに関しては、えー 例えば、秋田でいうと、秋田プライウッドさんという地元の企業さんから合板を、数多く合板をご提供いただいて、そういった合板を貼って穴を塞いだり、あとタイルカーペットを簡易的に貼っていたりですとか、隙間をテープで埋める、そういった、ね、対応を行ってきています。で、えー、さらに私たち、この対応で気をつけていることとしましては、私たちの支援だけで、 対応が支援が途切切れててししままわないいことをすすごく大切にしていますその後私たちが対応が終わった後に今秋田市でいうと地域支え合いセンターというセンターが秋田市の委託を受けて秋田市社会福祉協議会の方々が運営を始めていますけれどもそういったところにしっかりとつないで支援が途切れないようにその方々の未来がしっかりと再建に向かえるようにっていうところを をいかに繋げられるかということを大切にしながら日々せ、えー、支援に当たらせていただいております私からは以上になりますはい、えー、川村さんお塩さんどうもありがとうございましたね、今すごい寒いところにいらっしゃいますけどもえー、なんとですね川村さんは暖かいところ発祥のですねフラダンスの趣味というですね、えー、一面も持ち合わせてる川村さんでしたどうもありがとうございました <laughs> はいここまでですね国内の 支援の話をですね、させていただきましたけれども、ここからはえ海外の支援に関しまして、えー、PBV の国際事業担当、趣味はなんと三味線というですねえ、鈴木から紹介させていただきます。お願いいたします。はい、ありがとうございます。皆さんこんばんは。え国際事業を担当しております鈴木と申します。え次のスライドお願いします。 はい、えっ、ー、と今日はちょっと限られた時間の中ですので、こちらの三つの紛争災害への PBV の対応についてお話をさせていただきます。えー、次のスライドお願いします。はい、えっ、ー、とまあ皆さんニュースなどでも大きく取り上げられてますのでご存知の通り、昨年の2月24日に、えー、始まった軍事攻撃によって、えー、これまで630万人の人々がウクライナを離れて避難民として暮らしています。 えー、PBV ではウクライナの隣の、えー、国、ルーマニアで避難民の支援,生活,、えー、支援活動を実施しています。ルーマニアはこうウクライナと隣り合っているので、えー、ウクライナとルーマニアをこう行き来し続けている避難民が多いという特徴があります。でその中で、まあ、今年起きた変化としては、えー、とルーマニアの中で、えー、暮らしていた避難民がルーマニアを離れる。 とということが、まあ、夏以降結構多くなっていますで、まあ、その背景には、えー、とルーマニア政府からの避難民への支援金の支払いが滞っていたりとかあと支援制度が変わったりあと子どもが進学するのでやはりウクライナに帰って進学させたいという方がいたり、えー、それからまあウクライナ以外の場所に移動する方がいたりということでウクライルーマニアの中での避難民の数というのは少し減少傾向にあります、えー、次のスライドお願いします はいでえー、と私たちの支援は主にクルージュナポカというルーマニア北部の町を中心に行っています。でちょうどあの11月に UNHCR がこの町に暮らす避難民を対象とした調査を行っていたのでその内容を少し紹介しながらあのどんなふうに避難民の人たちが暮らしているのかということを少し、えー、知っていただければというふうに思います。 で今このクルージュナポカという町には3000人以上の避難民が暮らしています。でえーとまあ、先ほどその流動性が高いという話をしたんですけれども、まあ、アンケートに答えた方のまあ約75%はまあ当面はクルージュナポカにえ滞在する予定ですというふうに回答しています。でこの町自体はあの IT 産業が結構盛んで、えー、とルーマニアの中でもまあ比較的裕福。 でかつまあ国際的な街というふうに言えると思います。であと、ウクライナからの国境から車で3、4時間ぐらいの場所にあるので、えーと、ウクライナとの行き来もしやすいので、割と、えー、避難民の方が多く住んでいる地域になります。でこうしたあの避難生活ももう2年近くになりまして、ルーマニアに暮らす避難民の多くがいろいろな問題を抱えています。えー、と左下のところに少し、えーえー、課題 を、えー、書いていてますでこうした課題解決に向けて PBV では現地の NGO と一緒に、えー、支援活動を行っています。次のスライドお願いします。はいえー、PBV では現地の n g o ノートリアスラーニングプロジェクト、えー、とパートナーとなって、えー、昨年の3月から、えー、避難民の支援を継続しています。でこのセンター、えー、とドブラハターというんですけれども、えー、食品や衣類、えー、日用品の配布など物資の面で 支支援援してていいるるほかか困りごととののの相談とか専門家による心のケアなどソフト面での支援も行っていますこのセンターの特徴の一つは、まあ、避難民自身が運営をサポートしているという点が挙げられます。この写真にいる、えー、左下の赤い服着た方は、えー、物資を渡す担当をしてるんですけど彼女も避難民ですしあと右,右下の写真はたくさんの物資が。 えー、支援物資が届いたときに、みんなこう避難民の方がボランティアで集まって、バケツリレーをして、センターに運んだりということをしています。次のスライドお願いしますで、まあ、あの避難民が抱えているあの問題の、えー、と大きく分けて、2つ今日はお話ししたいんですけど、1つがやはり仕事ですね。で、まあ、ウクライナから避難してきた人たちにとって、こ言葉も違ったり、あと資格制度も違ったりするので、なかなか仕事を見つけることは難しくて。えー 特に自分の経験を生かして、えー、仕事に就けるかというとなかなか、えー、そういうことができる人は限られていて、まあ、あまり言葉を使わない、えー、家事労働とかあとは清掃員とかあとレストランとか庭師とか,なんかそういった仕事をしている方が多いですでかつ、えー、まあ割とお金に余裕がある避難民の方が他の避難民の方を雇って、えー、支え合ったりっていうようなことも、えー、例としては多く見られます。 でえーとまあ、そういった状況があるので、このドブロハタでは、英語とかルーマニア語の教室、あと職業訓練、えー、開業のアドバイスなどをしていて、えーまあ、これまで4名の避難民の方が実際に支援を受けて開業をしています。でこの写真は10月に開業した避、えー、難民の女性が開いた美容室兼ギャラリーの写真です次のスライドお願いします。 でもう一つの、まあえー、問題としては、子どもたちの教育っていうのが挙げられますで。なかなかこう、言語や教育制度の違うルーマニアで、子どもを現地の学校に通わせるのがいいのか、それともウクライナで通ってた学校のオンライン授業を続ける方がいいのか、えー、ルーマニアの卒業資格がウクライナの学校に通用するのか、えー、そもそも言葉のわからないところでずっと授業を受けさすということが、子どもにとって大きなストレスになるんじゃないかとか、そういった心配はもう本当につけることがありません。 でえー、と今年の5月に始まった、えー、とルーマニアの支援制度の変更というのがあって、でその中でこう就業、えー、就学年齢の子どもたちはルーマニアの学校に入れなければいけないとか、それがまあ支援金を受け取る、えー、条件の一つになっているんですね。なので、この下に円グラフを示したんですけれども、これ足すと100%大きく超えるグラフなんですね。でえー、と何が示されているかというと、 子どもたちはどこの学校に通っていますかということを示しているんですがこの100%を超えているのはなぜかというと複数の学校に子どもが通わざるを得ない状況になっているオンラインでウクライナの授業も受けているしルーマニアの学校に物理的に通学しているとかそういったところですごく子どもたちが忙しくなっているとか負担が大きくなってしまっていますでこのドブラハタではそういった子どもたちにウクライナ語の えー、理解が深まるようなウクライナ語の教室とかあとはまあ楽しく遊べる場所とかあとイベントの、えー、開催なども、えー、行っています次のスライドお願いしますで、えー、とこれは今日届いた写真 <laughs> ですけれども、えー、と昨日サンタさんと白雪姫が、えー、センターを訪れて、えー、クリスマスのイベントが開かれました114名の子どもたちがサンタさんからクリスマスプレゼントを受け取ることができました でこちらのセンターの代表の方、ポトレシアさんとおっしゃるんですけれども、彼女がすごく日本語が堪能な方なので、えー、と去年は、えー、オンラインで日本とつないで交流会をしたりということもしたので、えー、また、えー、新年、えー、そういったイベントを増やしていきたいというふうに思っております。で、まあ、こういう子どもたちの笑顔が少しでも増えるように、また支援を継続していきたいと思います。は残りの時間でちょっと他の事、えー、業のことを紹介したいと思います。 はい、次のスライドお願いします。こ、はいえー、との2月の6日にトルコ南部で、えー、強い地震が2度発生しまして、残念ながら5万人近くの人々が亡くなりました。PBV では2月の下旬にあの被害の大きかったハタイ県という南部のもうすぐ、えー、トルコとシリアの国境沿いというところにスタッフを派遣して支援を継続しています次のスライドお願いします。 で現地の NGO と協力して2月には炊き出し、えー、それから物資、ソーラーランタンとか衛生用品とかそういったものの配布を行ってで9月には子どもたちの学用品の配布を行いましたそして、えー、と被災者の心のケアや法律相談とかそういった、えー、事業を現地の NGO の二連獣アソシエーションというところと一緒に行っていますで新年からはこれをスケールアップして今後の災害に備える防災ワークショップも行っていく予定です はい、次のスライドお願いします、はい、そして、えーまあ、今年あの8月にハワイのマウイ島で発生した大規模火災の被災地でも、えー、支援活動を行っています。で日本でも大きく、えー、報道されてましたけれども、マウイ島の西側にあるラハイ,ラハイナ地区というところで大きな被害が起きています。PBV で,では8月下旬ににスタッフを現地に派遣して 現地ののと,ともに炊き出ししや食料支援を行いましたでこのラハイナ地区では、えー、と住宅だけではなくてインフラ設備も、えー、激しく、えー、消失しているので、えー、まだ復興計画も立っていない状況なんですね。なので、えー、と今も多くの人たちがホテルなどで避難生活を送っていて、えー、住宅不足、それから失業というのが深刻な問題になっています次のスライドお願いします。 でまあ、今回の火災では、えー、ラハイナにある3つのお寺、仏教寺院です、ね、が、えー、と燃えてしまっています。で、このお寺にはそれぞれ、まあ、日本からマウイに移り住んだ人たちの家族の歴史とか、もちろんお墓も、えー、多く残されていたわけなんですけれども、そういったところも燃えてしまっているので、まあ、精神的にもかなり大きなショックを受けている人たちも多くいます。 でまたこういう日系の人たちだけではなくて、まあ、多様な背景を持っている人々がこういうお寺に集まっていろんなイベントをしてきたっていうような歴史もあるのでこういったコミュニティ活動の場,の場も失われてしまいました。で来週27日に、えー、とお正月のお餅つきのイベントを、えー、開催するということで、えー、現地の NGO と一緒に PB、えー、v も協力してこういったコミュニティ活動を再開する場。 を作ってそこでこれまで支援が受けられてない人たち、えー、こういった、えー、方々に、まあ、支援の情報を届けるということを目的として、えー、とこういうイベントを開催します。で、駆け橋になってしまいましたけれどもちょっと、えー、今年の海外支援こういった形で進めてきました。で、えー、と最後にこの PBV の海外事業チームでは一緒に、えー、事業になっていただけるスタッフを募集しておりますので え本当にやりがいのある仕事ですので、ぜひ、我こそはという方は、頑わっていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではですね、ここから、えー、続いてですね、会の冒頭でお伝えしました、新プロジェクト、h ーバー e r に関して、上島から紹介いたします。私もですね、初めて聞いたときは、おおすごいいいアイデアだなと思って、よっしゃー、頑張ろうと、えー、思ったことをすごい覚えております。さて ええー、では、上島さん、お願いいたします。はい、皆さん、こんばんは。えっ、ー、と、今日はご参加いただきまして、ありがとうございます。ピースボート災害支援センター事務局長をしてます、上島康弘です。えー、っとですね、今日、皆さんにご報告を、いろいろ。させていただきましたけれども、やはりですね。もう、本当に、いろんな皆さんと一緒に、こう、共同してやってこれたことで、これだけの事業といいますか、支援活動が実施してこれました。で、その中で、私たちの中。 いろいろ考えてきて、えー、模索してですね、いろいろ大変だなと思いながら、えー、この増え続ける災害にどうやって対応しようかっていうのをや考えてきたんですよ。で、その中でアイデアがいろいろ生まれてきて、えー、今回、皆さんにご紹介したいというふうに思っております。次のスネード、お願いします、はいえ。九州の地域にですね、まず私たち、毎年災害支援の対応を国内でやってますけども。 ほぼ毎年九州では災害が起こってしまいます。でそこで3月にですね、九州にある佐賀県、えー、この県との包括協定っていうのをですね、えー、進出協定っていうのを結びまして、佐賀市に え、事務所を置きました。で、佐賀県内の、えー、佐賀災害支援プラットフォームや、食、え、綱、ー、という仮面のネットワークに、えー、入らせていただいてですね、これも2019年や21年に、佐賀県の大町や武雄市で支援を行った関係で、えー、関係性ができて、えー、進出に至ったわけですけども、次、お願いします。えー、12月にはですね、あれ、次のスライドでお願いします。 はい、えー、12月にはですね、えー、大町町、佐賀県大町町と、えー、これも協定を結んで、今、新聞の背景に黄色いトラックが映ってますけども、大町の町長と今、先ほど挨拶させてもらった山本が映ってますが、えー、このトラック、いわゆるキッチンカーを置いて、ですね、えー、繰り返す食の課題にかを解決しようということで、取り組みを始めます次のスライドお願いします。 えー、その繰り返す食の課題というのは次のスライドお願いします。この間、ずっとやってきたのが、えー、みんなの炊き出し研究所というパルシステムさん、新入園さん、えー、などと一緒に取り組んできた、えー、プロジェクト、そして次のスライドお願いします、えー。ここにある食べる支援プロジェクト、食べプロというさまざまな えー、研究者の方々、またえ、あのー、栄養士会の方、えー、J ・ボワットという、えー、NPO の調整機関、まあ、民間の、えー、味の素ファンデーションさんなどと一緒にです、ねえー、こういうプロジェクトを進めてきて、さまざまなアイディアを、えー、見てくる中で,です、ねえー、生み出してきたのがこのプロジェクトです。いつでもどこでも食の支援をというところで、今、白いろでお願いします。 えー、フーバーというんですけどフードハーバープロジェクトというのを、えー、進めています次お願いしますえー、背景にあるのがこの気泡変動、えー、による風水害の多発そして、えー、子供の貧困フードロスっていう普段から起こってる問題で繰り返される災害時の食の課題というので次のスライドお願いします えー、名称フードハーバープロジェクトということで、えー、愛称としてフーバーという名前で、えー、略称を、えー、作っております。このプロジェクト自体が、ですね、えー、人々が食品を手に入れる港となることをイメージした名前として付けさせていただきました。これは、普段平常時には一人親世帯に対する、えー、無人の移動型のフードバンク、コミュニティフリッジという仕組みがありますが、それを使わせてもらいながら、 えと支援を行いますで災害時には温かい食料を提供するというところで、えー、これによってフェーズフリーな支援を実現していきます。お願いします、えー、スライドを書かせていただいてますけども、えー、このトラック、えー、先ほど言ったキッチンカーがですね、えー、後ろがドアをつけてまして、えー、そこに電子キーがついてます。それは 登録された方だけが開けれるドアになっていて、えー、普段はひとり親世帯の方々に対して、消費期限切れ前のフードバンクを通じて支援をいただいたような食品類を置いておきます。そして、そこが24時間アクセス可能になっています。次、お願いします。で、そういった車をずっと佐賀県の大間町。 の避難所の横にですすね置いておきますで災害が起こったときには、これは佐賀の大町を拠点にしてありますので、九州県内であれば24時間以内には、えー、支援に駆けつけることができます。で、えー、この、えー、キッチンカーにはですね、えー、2000食分の食料を提供できる機材等が積んでありますので、次お願いします。えー、平時には えー、移動の無人型フードバンクとして、えー、月1000名の方々をご支援できる。で、災害時には、えー、車両をそのまま、えー、使って、炊、え、き、ー、出し支援ということを、1日当たり最大に染色できるというようなプロジェクトを始めていきます。します。で、実際に、えー、今年の7月にもですね、えー、台風の えー、13号であったりとか、4月多め、め先ほど報告させていただいた秋田のような支援、秋田で行っている支援で車両を使わせていただきました。えー、この車両自体は、ですね今、ジャパンプラットフォームや、えー、が、えー、運営しているこの休眠預金活用事業というところの中で、えー、車両を購入させていただきました。でこういった取り組みをできれば、ですねこれ、全国に広げていきたいということで、次、お願いします。 えー、今年1月から、えー、佐賀県大町で平時の事業としてスタートさせていきますけども、2024年中にですね、目標としてですけども、これ全国に10台配備いたしまして、えー、私たちがより早く食の課題を解決していきたいというふうに思っております。次お願いします。 でそのためにはもう応援していただける方がもう絶対に必要ですので、えー、その応援の仕方がですね、ここに書いてある2点あります。一つがふるさと納税でご支援いただく。もう一つが災害支援サポーターでご支援いただくというところで、一つ目がですね、このふるさと納税でいつでもどこでも食の支援を、えー。ホームページに今、今、えー、チャット欄に URL を貼っていただきます、貼っていますけれども、 PBV、えー、と検索いただいて、トップページ行っていただいたら、ですねこの、えー、画像が出ております。そこを、えー、クリックしていただくと、しますえーえー、ふるさと納税の、えー、枠組みが、えー、書いてあります。ちょっと紹介ですふるさと納税というのは、皆さんがもうすでに払っている税金がですね、えーとー 2000円は自分で支払う形になりますけども、えー、残りの寄付額、例えば1万円寄付したら8000円分が還付される、もしくは控除されるというような枠組みです。ですので、えー、こういった枠組みを活用させていただきながらです、ね、皆さんから、えー、払った税金を PBB の、えー、寄付、ふるさと納税の方に変えていただくというようなお願いをしたいと思っておりますよろしくお願いします。 返礼品も受けれるようにです、ね、ちょうど昨日一おとといでホームページが更新されまして、佐賀県の方々にも協力いただいて、かなり早く対応いただいたんですけども、返礼品、今、ホームページに行っていただく40数品目、返礼品もいた選んでいただけるような組みになりましたので、こちらもです、ね、ぜひご検討いただければと思います。お願いししまますすそしてこれは普段のの取りり組みになりますけども災害時の サポーターの制度というのがこちらになりますが、災害支援サポーターという方々を普段から募集しております。えー、毎月1000円のご寄付をいただければ、先ほど言っていたような炊き出し支援というところが、えー、しっかりと届けることができますので、えー、ぜひです、ね、こちら、えー、サポーターの方も募集しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 えー、私の方から新プロジェクトの紹介以上となりますので、えー、ぜひ、えー、今後とも PBV の支援、活動を見守っていただけると幸いです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。えー、ここまでですね、PBV の活動を紹介してまいりましたけれども、その活動自体はです、ね、Facebook ですとか X、旧 Twitter ですね、えー、もしくはホームページ等々で。 活動を紹介しておりますので、ぜひご覧になっていただければと思います。で、えー、また遅ればせながらなんですけれども、えー、時代の波に乗ってですね、ついにインスタグラムを始めましたので、えー、こちらもですね、フォローしていただけますと幸いです。ぜひお願いいたします。はい、じゃあ次のスライドいいですかはい、で、 えっと、あとちょっとですね、予定が8時終了ということで、あと2分、1分少々なんですけども、ちょっと、えー、伸ばしてですね、えー、このまま続けさせていただきます。すみません、お願いいたします、えー。まずですね、Q&A1 つ目のご質問、先ほど、えー、いただいたんですけれども、えー、海外支援について、えー、のご質問です。で海外支援は、えー、現地のパートナー団体、 というのは、支援を行うことになってから関係を構築した団体なのかもしくは、普段から世界中にパートナー団体を持っていて、関係を作っているのでしょうかというご質問です。で、世界中で支援を行うにあたって、パートナー団体との連携が重要だなと思ったので、質問させていただきましたと、いただきました。どうもありがとうございます。こちらに関しましては、鈴木から ご回答させていただければできますかははいいいお願いします、はいえー、素晴らしいご質問ありがとうございます。えっ、ー、とそうですね、PBV、あのーまあの場合は、まあ、日本にしか拠点がないので、えー、海外で支援をするにあたっては、まあ他の現地のパートナー団体と一緒にというのが基本になっています。で、まあ、その海外に拠点がないというだけではなくて、まあ、現地のことは現地の人たちが一番知っている、えー、だろうというところの あというまあ視点に立って支援をしておりましてえとそうでいろいろなパターンがあるんですけれどもえー例えばウクライナの場合は私たちが最初にえ行く前にまあウクライナの中で平和活動をしている団体があってそこはえ連絡先が分かっていたので,で事情を話して彼らにまずは会いに行ってでそこでいろいろな NGO の人を紹介してもらってでそこから支援先を絞ってとっていうようなことをしました。 で一方で、えー、とトルコとかハワイに関しては、えー、過去の支援の中で一緒に活動したことがあったりとか、えー、そういったところを、えー、パートナーにしていたりしています例えばトルコの例でいくと、まあ、今、えー、基本的には2つ、えー、パートナー団体を持っているんですが1つは、えー、とインドネシアの地震が昨年かなチアンジュールというところで大きな地震があったんですけれども、えー、とそこでの支援をしている インドネシアン団体、えー、そこをチ、まあ、アンジュールの時も支援をしていたんですが、で彼らがトルコで、えー、にスタッフがいて支援活動しているということを知っていたので、じゃあ一緒にやりましょうということで、えー、とトルコでは彼らと一緒にやって、でもう一つのトルコの団体については、えー、PBV も加盟している GNDR という世界的な防災・減災に取り組んでいる。 えー、ngo の集まりがあるんですけれども、そのネットワークの中に加盟しているトルコの団体をパートナーとして、えー、います。で、その平時からやはりパートナーシップを作っておくっていうのはすごく大事なことなので、えっ、ー、と。まあこの元々インドネシアの団体もそうだったんですけれども、えっ、ー、と何か災害が起きた時にすぐ動けるように、えー、パートナーシップを組みませんか？ということで、あの私たちも他の団体から。えー えー、そういった提案を受けることもすごく最近特に増えていますし私たちから提案することもあるんですけれども、えー、とそういったところで、まあ、日々情報共有してでどういう団体がどういう活動をどこでしてるかっていうのをまあ把握して、えー、でまあ災害が発生した時には一日も早く動けるようにそういったところと、えー、そうですね環境を築いているっていうような、えー、ことになっておりますがお答えになってますでしょうか。 そうですかね。はいあ。ありがとうございます。すいません。どうもありがとうございます。もし、あの、もうちょっとこういったところも的、えー、お聞きになられたら、またメッセージいただければと思います。はい。で、えっ、ー、と、もう一点だけ、じゃあ質問で、えー、お申し込み入りですね、いただいたご質問なんですけれども、えー、被災者の心を支える最も重要な因子は、どのようなことと思われますか ええ、ご質問をいただきました。こちらに関してですね。ええー、臨床心理師でもある。ええ、P. B. V. のです。ええ、小林が回答させていただきます。お願いします。あ、えっ、ー、と、ピースオブ災害支援センターの小林慎吾です。皆さん、こんばんは。すごい大事な質問で、すごく難しい質問だというふうに思うんですけれども。えっ、ー、と、その災害にあった、その大きなトラウマとか、衝撃っていうのは。 その,その後に起こるストレス症では誰にとっても起こるようなものなんですよね。で、それが長引いて、何ヶ月も続いていくと、PDSD とか、そのトラウマの後遺症みたいなものが起こってくるっていうことになるんですけど、やっぱり一番重要なのは、その被災された方たちが少なくとも食べるものがあって、生活する場所があり、寝るところがあって、安心して、 えっと、その避難生活を送りながら生活を再建していくっていう基本的な生活をできるようなことを満たすニーズっていうのがすごい大事なんだと思います。で、それをするためには行政も頑張るし、支援団体も頑張るし、で特に人との関係の中で私一人じゃなくて支えてくれる人がいるんだってことを感じられるかどうかっていうのはすごい大事かなというふうに思います。で、そういう意味で言うと、実際現場に行ってスタッフやボランティアがそこに関わり、 そのスタッフやボランティアや支援活動を支えている皆さんがいらっしゃってとっていうふうな連続性みたいなのがすごく大事かなというふうに感じています。以上です。はい、ありがとうございます。すいません。えー、とおっと、今ですね、えー、お名前の読み方、星様でよろしいですかね、えー、からいただいたご質問で、えー、PBV や被災地支援の経験が豊富なので、あまり経験のない行政の方でも支援ができるということがよくわかりました。 で海外では、えー、PBV ならではの支援事項というのはどのようなものがありでしょう。言語や文化の違いがあるので国内より難しいと思います。というところで、その辺、えー、鈴木さんいけますかお答えはい、ありがとうございます。そうですね、あのー、おっしゃる通り、言語や文化の違いがあるので、えー、難しい点というのはたくさんあるんですけれども、割とまと、あ、日本と共通していることっていうのは、とそと支援者の方が集まれる場とか、 そういうのを提供したりですとかあとはその、えー、そうですね例えば何かを建てるとか、えー、大量に物資を配るとかっていうよりはもう少し、えー、割と中長期的に寄り添った支援特にあの大きな団体の支援から漏れてしまいがちなことを例えば今までにやったのですと農業の支援、えー、例えば畑がサイクルに流されてしまった。 のでそういった方たちに農業の道具とあとは種とか苗とかそういうのを配るっていうことだったりとか、えー、と割とそういったところを、えー、細かく見て支援を小規模な支援を、えー、なるべく長期的に、えー、現地の団体と一緒にやるっていうことをしています。で、まあ、今回で言うと、まあ、なのでちょっと PBV の強みを、えー、国内と同様に生かすっていうのはなかなか人的資源の 限界もあってなかなか難しいところはあるんですけれども、まあ、トルコの事業に関しては、えー、防災の要素を取り入れるっていうことをちょっと新たなチャレンジとして、えー、進めていこうと思っていてで、まあ、現地の団体もすごくもともと防災にも取り組んでいる団体なんですが、えー、どうしてもこう発災直後にわーっといろんな団体が来て、えーまあ、物資配ったり。 えー、テント建てたりということはしてくれるんだけれども、防災について提案してくれたのはもう PBV が初めてですというふうにおっしゃってくれて、えー、こういった形であの復興支援しながら、えー、防災にもつなげていくというような取り組みを今後も増やしていきたいなというふうに考えております。はい。大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。で、ちょっとお時間も、えー、止まってまいりましたというか、越してしまいましたので、えー、最後にですね、 あの事務局長の上島から改めて皆様にですねご挨拶させていただきます。は,はいお願いします。はいありがとうございます。皆様本当に本日は年末の忙しい中ご参考いただきましてありがとうございました。でまたあのボランティアの方々、災害支援サポーター、あ、ま、と企業団体として PBV を支えていただいている皆様におかれましては本当に改めて、えー、感謝を申し上げます。ありがとうございます。 で本年はやはり国内では今も続けてます秋田であったり海外で長期に当たる支援としてウクライナの支援を、えー、やってまいりましたまた平時の中ではですね私たちが持つ避難所運営のノウハウというものを共有するっていうのがこの3年かけてやってきている最終年度でもありますでそういったところで感じるのはやはりです、ね、私たちが法人を立ち上げた12年前 と違ってきているのは、やはり行政や地元の支援団体ととてもですね共同した取り組み支援というのが多く実施してきていることになります。そういった取り組み自体が、ですねやはり被災された皆さんを包括的に支援できる、私たちだけではできないことを、さまざまな皆さんと一緒に協力して支援することができるというのが。 ええまあ2 0 1この23年改めて感じれたえことですはいえその結果が先ほど少しえ紹介しました通りですね佐賀県であったり大町町というえところで始めていくような地域の皆さんと平時からえながっていく取り組みになるかと思いますこれはもう本当に第一歩です本当にですね。 これに関しては私たちのチャレンジにはなってくるんですけどもそのチャレンジができたのもやはりサポーターとして応援してくださった皆さんや法人や団体を挙げて応援してくださった皆様の支えがあったからこそだと思っておりますここはですね世界共通の目的としている目的となっている SDGs がありますけども対外支援は全分野に 実際、関わるんですけども、この SDGs の17番目のゴール、目標となっているえパートナーシップで課題を解決する、これがですね私たちの中で今、えー、実体験として実行していっている、えー、ものだなというふうに、えー、感じております。これ 実際はですね、パートナーとして、団体間で、えー、組織を超えた連携っていうのは非常に難しいあの、言うの簡単なんですけど、実行するのはすごい難しいんですよ。だけど、やってみることで、やはりその先にある成果とか波及効果っていうのはすごく大きいなっていうのは、支援の現場でも、えー、普段、えー、関わっていく、えー、皆さんと一緒に共同していく中でも大きいなというふうに思っております。 えー、ですので、えーまあ、来年度に向けてですね私たちもっと取り組んでいかなければいけないなと思っていますけれども、その一つの、えー、大きなチャレンジになっているのが、先ほどのフーバーバの取り組みですこの私たちの取り組みというのは、災害支援団体というのは普段は寄付でずっと運用していて、災害があるときは、えー、寄付で、えー、活動を実行できますけれども、こう平時、災害がないときはですね、 研修費なんかを頂いてますけどそれだけでやはり職員のメンバー、今、頑張ってきているメンバーの給与自体は賄えないというのが今の現状です。そういった平時からの自分たちの事業をしっかりと継続していける、それによって災害支援がより良い支援に実行していけるというところで、この平時からの新しい取り組みをスタートさせておりますので、ぜひですね、 皆様、こういった持続可能な災害支援の事業を継続させていただいくために、私たちは2024年もチャレンジしてまいりますので、引き続きのご支援をお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました、えー。以上をもちましてですね、2023年の PPP 活動報告会を終了といたしますけれども、えー、あと残りちょっと 一旦、ここでですね、今回を、えー、締めさせていただきまして、あのー、終了となりますけれども、この後ですね、スタッフ、えー、9分ほど残っておりますので、もしこんなこと聞いてみたいな、ちょっと喋ってみたいなことありましたら、そのままですね、退出されずに、えー、残りいただければと思います。まあ、この,この、えー、タイミングで退出される方もいらっしゃるかと思いますので、改めて、えー、皆様ですね、2023年、本当に、えー、ありがとうございました。寝ますということですね、ぜひ、 え皆様、良いお年をお迎えください。えー、どうも、本日はご参加いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。